東京オートサロン2024が幕張メッセで開催されるフェアレディ Z の情報をお届けします。出展される Z は23台、一覧で提示しますので印刷するなどしてご活用ください。ブースとホールも表示します。ブースの位置はこの後個別に表示します。 RZ34 は GT500 カーを除いて14台、幕張メッセの会場見取り図です。オートサロンのホームページからダウンロードできます。西ホールから順に解説します。まずはトラスト、新たに開発したターボキット、インタークーラーキットを装着した最高速仕様、ブーストアップ仕様で 285.23km 毎時0100m タイム 25.17 秒をマーク、バリスオリジナルランデュースデモカー RZ34 に RZ34 は井戸ボディキットを装着、フロントアンドリアドモに 21J のホイール、 480PS にパワーアップされ筑波サーキット1分2秒、クルージ2台の RZ34 を出展、 240ZG をイメージしRZ34 のデザインとのバランスを取りながら作った G ノーズに S30 風のリアを現代風に再現、サイドマフラー、ノス噴射、ドラッグスリックタイヤでファニーカーのような04マシンに、日産からはニスモ G が出展される。最近この外観の衣装登録がされたことからニスモ G の MT バージョンの登場を期待する声もあるが、自分は今回の発表はないと見ている。スピードフォルム S30 と RZ34 を出展、ボディサイズや雰囲気などスタイリッシュなノーマルのシルエットを崩すことなく、エアロで疾走感を表現しインパクトと存在感を引き出すのが狙い、 Z の美しいシルエットを損なわないエアロメイクを根本にしている。 HPI エボルブアドバンス RZ34 が出展される。今回フロントがリメイクされニスモ Z のフロントマスクが採用されている。ナンバーステイはオリジナルカーモディファイワンダー、攻撃的ワイドボディキット、大胆かつワイド感のあるスタイル、ミツルパワー、新作 Z34 専用万引き着力ダンパー、ヤバキングスポークホイール、ビーズクラブ70年代のアメリカのレースシリーズ、クラシックなイムサのレーシングカーをイメージ、クラシックなレーシングカーをリコスタイルで作り上げる。オートバックス落ち着いた大人の RZ34 をコンセプトにオリジナルエアロパーツ、内装パーツを製作、純正のボディラインを生かしたエアロパーツ、上質な内装パーツを展開する。アルチザンスピリッツ新開発のエアロキットプラス新作のフルチタンマフラーをまとい登場。マフラーフルチタニウムエグゾーストシステム、エアロキットブラックレーベル 4G ビバティーウォーク、すでに公開されているのでイメージビデオ。スターロード2台の S30 が出展され、こちらのファイター2とファイター1が出展される。
写真はいずれも過去のものなので、色や仕様が変更されるかもしれない。NGK スパークプラグ。GT500 車両である、ニテラ、モチュール Z が出展される。ガレージベリー。ベリーアキューム、RZ34。今回新たにフロントバンパースポイラー、GT ルーフウィングを製作。デレーノ、ガレージチカラ。ガレージチカラ 420Z。RZ34、MT のセイランブルー基準車に、ニスモ Z の外装を装着。メーカーから販売されることを望んでいるユーザーも多い仕様を実現。MSY ガレージ。MSY ガレージ、Z33 が出展される。関東工業自動車大学校。秘蔵されていたホワイトボディから S30 を復活製作。デイルサイド。昨年発表された映画ワイルドスピードのために制作されたデイルサイド FFZ400 を出展。